怒ってるね。ごめんごめん。怒ってらっしゃるよ。あ、ルノチも怒ってらっしゃるか。ルノチ毛ついてるよ。来た。おはよう。おはよう。おルノチ。ルノチおはよう。イシチおはよう。怒ってんのさ。ルノチ。お使いね。もう使ってなさそうだな、あんまり。ガリガリサークルスクラッチャー、新しいやつ。全然使ってなさそう。お、やってる。いいね。ルノッチは見てるだけ。一緒に使ったね。いいね。ルノッチは使わないのか。ああ。何？どうした？照らされてるね。日向ぼっこ中のルノッチ。ちょっとじゃあ。前の家掃除してきます。今日は武田さんも来てくれて2人で大掃除、そして明後日には引き渡しなので、退去なので、退去立ち合いか。一瞬わわ言ってたけど落ち着いた。行ってくるね。夕方ぐらいに帰ってくるかな。ほんじゃ、またな。うい、ここに来てもデュヒルノがいないっていうのがなんか不思議な感じするな。不思議だよね。ね。いやいや、お世話になりました。うん、お抜けの殻です。もぬけ。おぉ、もぬけだ。もぬけだよ。忘れ物ないと思うな。うんうん、多分大丈夫だと思う。じゃあ行きますか。行きましょうか。帰るか。よいしょ。 OKOK。 そうだよな、ルノッチも隠れるよな。おむつポリ袋って書いてある。まるでもう子供が生まれたかと勘違いされてしまうじゃないこれ以前使っていた人の箱のメモです。これうちのメモではありませんはい、ルノッチ来た。おむつはうちにはありません。私もお漏らししてません。ゆきちゃんや、よう、こないだぶりだな。お、ルノチ、よう、ういっす。家には慣れたか。すっかり慣れましたね。うん、落ち着いてるね。こないだわーわー泣いてたのに。いや、ゆきちゃんはわーわー泣いてんだよ、まだ。あ、そうなんだ。やっぱ遊びたい遊びたいのは、はいはい、もともとあったしね。今日もあります。うん。あと寝室に今入れないようにしてるのか。うん。というのもこのリビングと寝室の間に玄関の廊下あるからさ、うん、そこを開放しちゃうともうさ、暖房代が死ぬことになるんで、こっちだけで過ごしてもらってるんですよ。はいはい。まあ、こっちの方が断然広いからね。うん。寝室は6畳ちょいあるけどね。本当
寝る場所って感じで、うん、寝る時があんま行かないんで。じゃあ帰ります。はい、じゃあまたな。長丁場ありがとうございました。疲れたね、今日長かったね。いや、それどっちもまたな。新しい爪とぎご好評っぽいですね。あ、ご好評なんだね。昨日夜、あ、昨日か、昨日夜開けた時はさ、うん、全然使わなかった。そうなんだ。で、今朝使ってたかな、うん、今朝使ってて今夜結構お気に入りになってきました。はい、はい、よかったよかった。ルフィチンがね、逃げようとして廊下にすぐ出ようとして寝室に行きたがるっていう、はいはい、寝室にあんま行かないようにさ、連れてかないようにしてるからこそ寝室めちゃくちゃ行きたがるようになっちゃって、ルフィっぽいな。ルノチはまあそこまででもないんだけど、うん、ルフィはどうしても寝室に行きたいみたい。どうやら。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。よいしょ。よいしょ。じゃあ私こっからお見送りするわ。またね。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、帰りました。お疲れ様でした。はい、ルノッチもお疲れ様でした。ダメよそっちは。いいっす。ありがとうございます、本日は。いえいえ。タイト、はい、試合。はい。まあ、綺麗に使った気がします。そうだね。掃除もそこそこやったんで、うん。そこそこ綺麗になってるし、まあ、ピッカピカにはしてないけど、まあ、そこそこ。はい。もうここに来ることはないのか。ありがたいですね、家って。そうだね。家に感謝。うん。この辺りの、に来ることが少なくなるだろうなって。確かにね。ちょっと寂しい気持ちはありますね、うん、引っ越しってこういう気持ちになるな。まあ、来ようと思えば来れるんだけど、市内だから。うん、美味しいとこいくつかあるもんね。そうね。やっと会えたね。Thank you.